皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画は今大流行中のマグネットハートの作り方とその応用編、猫の足跡を作る方法をご紹介します。バレンタインにぴったりなマグネットハート、以前の動画でもご紹介したのですが、そこからさらに改良してより失敗しにくいやり方をご紹介しています。また同じやり方で猫の足跡を作る方法やハート型をくっきり浮かび上がらせる秘訣などもご紹介していますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。今回はネイルチップに塗っていきますが、地爪に直接塗る場合はネイルケアをして爪の表面を軽くやすりがけして、エタノールで油分除去をしたらベースコートを塗ってライトで硬化したところから始めましょう。まずは以前にこちらの動画でご紹介したハートマグネットネイルの作り方をおさらいしておきましょう。あれからいろいろ試してみてアップデートしたコツもご紹介していきます。まずは下地のカラーを塗っていきます。このハート型のデザインは特にバレンタインにおすすめで、ピンクや赤、ベージュなどのカラーと相性がいいです。また磁石を当ててハート型を作ると、そこだけ下地のカラージェルが見えるので、下地のカラーとマグネットジェルのカラーを別々にしておくとコントラストが生まれて、よりハート型が際立って見えてきます。全体に塗り終わったら硬化します。次にハート型を作るためのアイテムを作ります。使うのは前回同様ダイソーのクリップです。他にもいろんなもので試してみましたが、やっぱりクリップが一番うまくいきました。ただ硬くて扱いにくいので、できるだけペンチを使うことをおすすめします。まずはこのクリップを一旦まっすぐな状態にして、ある程度まっすぐに伸ばしたら今度は半分に折り曲げます。次に折り曲げた真ん中からもう一度折って、左右2本の針金をくるくると巻きつけて1本にしていきます。この時力を入れすぎると針金が折れることがあるので注意しましょう。前回の動画では全部をネジネジしてしまって、磁石にくっつける時にガタガタとして磁力がうまく伝わらなかったので、今回は半分くらいのところから巻きつけていきます。くるくると巻きつけたら先端を V 字型に広げます。 V 字が細いと縦長のハートに、 V 字が広いと横長のハートになりますので、お好きな方で作ってみましょう。今回は縦横同じくらいの大きさのハートを作りたいので、 V 字の縦横が同じ長さになるように曲げていきます。 V 字型ができたら V の根元を少し折り曲げておきます。ここも前回ご紹介していなかった部分で、こうすることによってハートのこの部分がぼやけにくくなります。出来上がった針金を丸い磁石の先端にぴったりと取り付けます。ポイントは針金の形をこんな風に作ること。このままこんな風に爪に当てていきましょう。それでは磁石の準備ができたので、ハート型を作ってみましょう。まずはマグネットジェルを爪全体に塗り広げていきます。使うマグネットジェルは粒子が大きくギラギラしたものより、粒子が細かいものの方がくっきりとハート型になります。全体に塗り広げたら、まずは磁石を爪の横から当ててマグネットの粒子を起こしてあげましょう。キラキラがだいたい揃ったら、先ほど作った磁石を当てていきます。
V 字の先端を爪に対して斜めに当てるようにしましょう。少し時間を置くとマグネットの粒子がハート型に整ってくるので、綺麗なハートができたと思ったら素早く磁石を離します。そして粒子が戻らないうちにすぐに硬化します。最後にノンワイプトップコートで仕上げれば完成です。改良したこの方法だと失敗せずに作ることができたので、皆さんも試してみてくださいね。またどうしてもうまくいかないときは、この磁石の位置を前後に微調整して試してみてください。この磁石の位置によってマグネット粒子の反応が変わってきますので、うまくいかないときはここを動かしてみましょう。それでは続いて応用編。基本は同じやり方で猫の足型を作ってみましょう。まずは下地のカラーを塗って硬化したら、マグネットジェルを塗っておきます。次に先ほどよりも細いワイヤーでハート型と同じ要領で先端が4本になるようにワイヤーを巻きつけます。丸い磁石にくっつけたら準備は完了です。このワイヤーで丸い点を4つ作ります。マグネットジェルの種類によって磁石の反応が早かったり遅かったりしますが、動きが鈍いものであっても時間を置けばゆっくりと動いていきます。ここまでできたら硬化しましょう。次に細長いライン筆にマグネットジェルを取って三角形を描きます。三角形を描いたら磁石を当ててキラキラを中心に寄せます。最後にノンワイプトップコートを塗って完成です。こちらの猫の足型はかなり難易度高めです。ワイヤーの位置と磁石の位置、微調整を何度も繰り返してやっとできました。一度ワイヤーを作ってしまえば何度でも同じ模様が作れるので、皆さんもぜひお試しください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。